どうみさんこんにちは担当延期に伴う学習の指針主に行政法規というガイダンスを始めさせていただきます担当はレ戦セン人口署の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれでは始めさせていただきますやっとですねやっと試験日ですね担当本試験の日程が発表されました7月26日っていうことですねまあ結構 まますけども、ま、ず最初にですね皆さんに申し上げておきたいのは、まあ、今回ね、まあ、担当本試験が約2ヶ月以上ですね、まあ、延期されましたけども今年の担当本試験かなりハイレベルな戦いになるであろうということですねこれはまず最初に皆さんにしっかりとお伝えをしておかなきゃいけないと思いましてね皆さんにお話をしてます。 ぜひ皆さんの方におかれましてもくくれぐれぐも、ね、その点は心をしてください、ね、もう当然のことなんですけどもねもし今回このコロナの問題がなくてね当初の予定通り5月の第2日曜日にね担当本試験が実施されていればちょっと勉強間に合わなかったよなって方ね結構いらっしゃると思うんですよでも今回2ヶ月以上担当本試験がね、まあ、延期されてその間当然勉強期間も延びました。ね、したがって 間に合ったぞ、ね、そういういい方も少なくななくはずなんですよですから今年の担当本試験まず間違いなくかなりハイレベルな戦いになると思いますのでくれぐれもねその辺は心してかかってください。いいですねでハイレベルになるってってもね合格ラインがいきなりガーッと上がるっていうことではないと思います、ね。当然難しい問題が出れば合格ラインは下がりますからね。でごその合格ラインではなくてその合格点の前後ですね。 合格ラインの前後に例年以上にたくさんのね受験生が並ぶであろうというのが私の見立てです。で、これがまあかなりハイレベルになるってことなんですね。で、例年レックのオンラインリサーチでもすでに分かっているんですけど、毎年ね担当合格点ですねの前後にものすごい数の受験生がグラフにするとこんな感じになってるんですよ。並ぶんですよ。で、今年はさらにねその傾向が顕著になるであろうということですので。 ぜひ心しててかかってくださいでもその一方でですね、まあ、試験が伸びたということでねもうちょっともう勉強終わっちゃったよと一通りやっちゃったよと、ね、このあと何やればいいのという方もね結構いらっしゃると思うんですよ。でまずそういう方にですね申し上げておきたいのはまそうですねまず最初鑑定論鑑定論から申し上げますとねもうアシベスカンテ鑑定論もやっちゃったもう鑑定論やることないよそういう方はですねぜひレックのですね えーとですね、この「論文ブリッジ講座」っていうのがねあるんですよ。これ無料で視聴できますんで、ね、よろしければこちらをねあの利用なさってみてください。でこの利用の仕方なんですけどレックのね不動産鑑定士課のホームページですね一番上にですね「担当受験生応援ページ」っていうバナーがあるんですよ。結構目立ち,、ね、目立ちます。ね、こののバナーーをあの押していたただきますすと入ったページの一番上にですね 担当延期対策コンテンテツというバナーがありますこれをクリックしていただきますと「2021鑑定理論論文ブリッジ講座全4回」というのが出てきますんで、ね、よろしければこちらあの無料で4回も見れますから、ね、利用なさってみてください。でこれはタイトルにありますようにもう2021年の論文,試験論文式試験向けの講座なんですねこれ本来有料なんですよ有料料ななんんでですすよけどもね。 これ当然今年の担当にも使えますからね担当にも役立ちますからもう鑑定論をやることないよっていう方はねぜひこちら無料で全4回聞けますからあの利用なさってみてくださいねでそれに対してですねもここからが本題なんですよ <laughs> 行政法規です私が担当している行政法規なんですけどこれどうやったらいいのね結構時間ねあの伸びちゃってもう一通りやっちゃったよこの後どういうふうにしたらいいの結構ねそういうご質問鑑定士課の方にねあの頂戴してるんですよ。 でこのあと、パワーポイントですね、こちらのパワーポイントを使って、皆さんに、ね、お話をしてまいりたいと思います。ね、まずこれですね、もう二十丸で示しましたけど、絞って繰り返す、ね、これが勉強の基本ですので、今まで使ってきた、ね、あの教材ですね、これ手ちゃですよ、ね、手を広げちゃだめですよ。絞る 絞るんですよ試験っていうのは近づけば近づくほど絞らなきゃいけないで繰り返す繰り返すこれが勉強の基本ですのでねで下のちょっと米印ですけども裏三兄弟私がね普段裏三兄弟って呼んでいる土地収容法不動産登記法そして不動産証券,証券化関連法令これは基本的に手をつけないようにしてください、ね、今で全くやってなかったでも時間が、ね、できたやろうかなって方もねいらっしゃるかと思いますけど基本的には手をつけない ね、上でご覧いただきましたように絞ななきゃいけないけんですよ勉強っていうのは絞る教材を絞る勉強すべき分野を絞るで繰り返す繰り返す、ね、これが勉強の基本です、ね、特に次の論文になれば、ね、やっぱりこれ本当に大事になってきますんで勉強の基本次の論文になれば4科目になるでしょやっぱり教材を絞る勉強すべき分野を絞って繰り返す、ね、特に論文の時に顕著になりますけれども担当でも同じですからね もう手を広げなない裏三兄弟やらないで一応ねここにも書いておいたんですけどどうしてもね気になるよ、ね、あともうほんと時間が余ってんだよって方もいらっしゃるかもしれませんそういう方はねあのレックから出してるこれですねこの足別行政法規の、まあ、問題と解説ですね、まあ、バーッと眺めてみて、まあ、覚えられそうな知識だけを覚える、ね、でもちろんこれ自己責任でおやりになってくださいいいですねで合格基礎テキストの方までは見る必要ないと思います ね、どうしてもこれ裏三兄弟ちょっとやりたいんだって方はね足別行政法規をまあ眺めて覚えられさえの知識だけ覚えるということねこちらやってみてくださいでもとにかくねもう絞るで繰り返すこれを本試験までに私としてはね皆さんにぜひ行政法規やっていただきたいと思います手を広げないってことですねよろしいでしょうかでもう少しねちょっと掘り下げてお話をしてまいりたいと思います まず1番目過去問ねこれはもう当然レックから出してます足別、まあ、行政放棄、ね、これを繰り返してくださいねこれが一番重要ですからいいですね。で一応まあ、目安としては5回ぐらいね5回ぐらい最終的にはやっぱりね例年担当でねあの特に行政放棄で高得点取ってる方の多くがやっぱり5回ぐらい回されてるんですよ。 ですから、まあ、これあくまでも目安ですよ、目安です、絶対5回じゃなきゃいけないよってことではありませんけれども、まあ、5回ぐらい目処に、ね、目どに回してみてください。で、2点目がですね、やっぱり改正点、ね、特に最近の行政法規の傾向として、前年の、ね、改正点が翌年、本試験でポーンと出る傾向がありますんで、ね、改正点もおろそかにしないようにしてください。これはね、あの足別ではね、あのフォローでき,できませんから、ねで、具体的にはですね、 担当実践討練あと担当公開模試あとさらにはですねこの「厳正百問豊岡チェック問題集ね」ねこれまあ購入された方はですねこちらでねあのこの改正点を確認してみてくださいもちろんあの改正対策講座のレジュメでも構いませんけどももう試験が近づきましたらねこういう担当実践討論とか公開模試とかあとこの「豊岡問題集」のようなね具体的なその問題でねご覧になった方が頭に入りやすいですからね 特にこの担当実践と公開虫と豊岡チェック問題集に関しましてはね解説部分ですねご覧いただきますとこの改正点についてあの波線でねすぐにあの分かるようにあの表示してありますんでそちらでバーッとね改正点だけちょっとねピックアップして確認してみてください,い。いですかね。あと3点目ですねこれはあの必ずってことはありませんですからちょっと点線にしたんですけども年度別あの過去問集これもレックから出してますね。 これ直近4年分です。直近4年分のね去問を一冊にまとめた去問集です。これも皆さんねお手と元とにね届いてるかなと思うんですけどもこれ結構有効です。本試験問題のこの順番ですね。土地基本法から始まって不動産の鑑定評価に関する法律ってあの順番ね。あるいはその本試験得意の感覚ですね。これに頭を鳴らす点では非常に有効です。当然本試験問題ですから、ね。ただ注意してほしいのが。 これね直近4年分の問題を収めているんですけどもやるんであればねもしこれやるんであれば平成28年と29年だけにとどめてほしいです残りのねこの2年分平成30年とあと昨年の令,令和元年これはねあまり手をつけないことを私としてはお勧めいたします細かいです細かいこの直近2年分はとにかく細かくてね難しいんであんまり直前にやる問題としては ふさわしくなないというのが私の私考えなんですよですからこのね年度別過去問集やるんであれば、ね、平成28年と29年ぐらいにとどめてあと残りの平成30と令和元年に関してはね、まあ、皆さんの方でちょっとね正解率の高いやつだけピックアップしてやるっていうふうにとどめた方が私はよろしいかなと思います。でちょっと続けましてね、まあ、一応ざっと確認しておいてほしいね。 そんな知識ちょっとね私の方でこれからねちょっとああのまあ、プチ講義じゃないですけどもお話をしておきたいと思いますでまず都市計画法でまずこの1個目の黒ポッチなんですけどねこれ皆さんねもう分かっているよとおっしゃると思うんですけどそのほとんどが許可制でした許可制ねで認可2つ目の黒ポッチね認可はここに上がってますけど都市計画事業くらいでしたねこの都市計画事業と呼ばれる公共事業公共工事でした ここでまあ認可が出てくるくらいでした。これ、レックの合格基礎テキストの13ページに上がってますんで、ね、もし確認できたら確認しといてください。であと3つ目の黒っぽッチ届け出制。これもね、ごくわずかでしたね。出てくるのがこの地区計画、ね。小さな町づくりである地区計画。合格基礎テキスト15ページから16ページに載ってます。あとさらには、開発行為に関する工事でしたね。これ。これの完了、終わった。廃止、ね、途中で終わっちゃった。で、警備変更。この3つ。 くくらいですね届出性が出がてくるとこれも合格基礎テキストにねこれ25ページから27ページに上がってますんでちょっとね確認できたら確認しておいてください。とにかく都市計画法は許可制。でもうちょっと言うとほとんどが知事の都道府県知事の許可でした。でその中にあって田園住居地域だけは市町村長の許可でした、ね、この辺も是非ね確認はしといてください。ね、田園住居地域、ね、に関しては 市市町町村村長長が出てきます市町村長の許可でしたいいでですねであと次のこの土地核整理法土地再開発法そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律まあ、円滑化法って呼んでますけどねこれは私ふ普段手続き三兄弟あるいは表三兄弟と呼んでるんですけどこの3つはほとんどが認可でした認可制。で許可制も若干出てくるんだけどこれごくわずかです。 だからその意味では都市計画法のほとんどが許可制であるのに対してこの手続き三兄弟はほとんどが認可ですね。であと次に建築基準法ですね。でまず1個目の黒ポッチが高さ。高さは超です。超える。以上。以上も若干あるんですね。次の黒ポあのごめんなさい米印ですね。これちょっと見ていただきたいんですけど高さで以上が出てくる場合っていうのは天井くらいですね。 これ足別行政法規のナンバー252番に上がってます。若干細かいんですよね。高さで。以上はもう天井くらいね。一応、試験対策上はこんな感じで押さえておけばいいと思います。で、とにかく基本は高さは超える超いいですね。以上じゃありませんからね。もうほとんどが超です。超えるです。ですから、例えば平井設備ね。20メートルを超える場合だったでしょね。あと、非常用の昇降機31メートルを超える場合だったでしょ？ ともに以上で引っ掛けられても、皆さんすぐにね。あ、高さは超だったな。超えるだったなってことで、すぐでピッと切れますよね。で、それに対して次の黒ポッチ回数ね。回数、これはもうね。ほとんどって言ってくらい。以上です。回数で超ね超えるが出てくるってのは、ちょっと私見たことないんですよね。ですから、もう回数は以上高さときたら超ね。この辺もちょっと確認をしておかれるとよろしいかなと思います。で、続いて都市緑地法ですね。 これもねここに上がっている知識もね今まで講義の中で再三皆さんにねお話をしてまいりましたけどまず1個目の黒ポッチ緑地保全地域地域で地域は広いいいでしょで広いと法律の規制ってどうなるかというと緩くなるんだったしたがって最後結論届け出制、ね、この緑地保全地域の中で例えば流木を伐採するこの時は届け出で足りるんだったいいでしょでそれに対して次の黒ポッチ 特別緑地保全地区地区は狭い狭いと法律の規制どうなるかっていうと厳しくなるんだったしたがって結論が許可制、ね、これ流木を伐採するこの場合もこれ許可をもらわないといけないんだった、ね、この辺がね都市緑地法の本当のあのなんていうんですかね柱になりますんでもう一回しっかりとでこの地域は広いで地区は狭いこの辺もねこのあと 自然公園法、自然環境保全法でもね、関連してきますんで、その辺もね、合わせて確認をしっかりとしておいてください。で、次、自然公園法、早速やります。で、まず1個目の黒ポッチが普通地域。で、二つ目の黒ポッチが、えっ、ー、と、特別地域、で、ね、とに地域地域。で、三つ目の黒ポッチが、特別保護地区、地区です。狭くなります。 でまず1個目の「クロポッチ」「普通地域」からいきますとそもそも自然公園法ってどんな法律だったかというとここですね優れた自然の風景地を守るそういうい法律でしたでこれが普通地域にあってはこの優れた自然の風景地を普通に保護する場所だっただからこれ規制が緩くて届出制だからこの中で流木を伐採する場合も届け出で足りたでそれに対して次の2つ目の「クロポッチ」 特特別別地域頭に特別がつきましたでここは優れた自然の風景地を特別に保護する場所したがって規制が厳しくなってここは許可制いいでですすすね流木を伐採する場合も届出では足りなくて許可ですただちょっと注意してほしいのはこの青で示したんですけどここねこの特別地域の中でね牧畜の植栽牧畜の植栽植える植える、ね、この場合は届け出で足りるよっていうことでしたいいですね これ植植ええるるだけです伐採の逆ですす伐採逆ね植えるこれ直ちにこの優れた自然の風景地を損なう恐れはないでもそうかといって全く手放し野、ね、放しにするわけにもいかないっていことで届け出制が採用されてるんだったでそれに対して一番下特別保護地区、ね、これは優れた自然の風景地を、ね、たった今上で見た特別地域の中でさらに保護する、ね、そういう場所でしたしたがって規制が厳しくて許可制でさっき上のね 特別地域見たんですけど特別地域の中、ね、これ牧畜の植栽する場合は届け出制で足りるよってやったんだけど、ね、この特別保護地区になると牧畜のの植栽の場合も許可制になるんだった、ね、だから正確に言うと上のねこの特別地域これ牧畜の植栽は届け出制で足りるよっていうのは特別保護地区を除いた場合でした。ね、この特別地域の中の特別保護地区、ね、この特別地域の中に指定されるでしょ。 でこの特別保護地区を除いた残りの特別地域の中でこの牧畜の植栽を行うこの場合は届け出足りるよそれに対して特別保護地区この中はとにかく特別,地域の中にと特別地域の中のさらにスペシャルですスペシャルだから規制が厳しくて牧畜の植栽の場合も許可制だよそういうことでしたねこれね本当にね講義の中で再三やりました頭入ってますね皆さん大丈夫ですねで続いてよいしょ ここの自然環境保全法でですすれも同じ要領ですよまず1個目の黒ポッチが自然環境保全地域の普通地区で2つ目の黒ポッチが自然環境保全地域の特別地区ね1個目が普通2個目が特別、ね、もう皆さん分かりですよね考え方はもうねもうワンパターンですからでまず1個目の黒ポッチの普通地区の方からいくとここは自然環境を普通に保全するだから規制が緩くて届け出せ。 ね、流木を伐採する場合も届けで足りるよ。で、それに対して二つ目。特別地区。ね。ここは自然環境を特別に保全していく。だから規制がし厳しくて、許可制だよ。流木を伐採する場合、届けじゃ足りなくて、許可をもらなきゃいけないよ。ってことでした。ね。いかがでしょう。ざっと今見てきましたけど、でも入ってますね。入ってないよって方、速攻でね、もう一回確認してみてくださいね。やっぱりね。直前になればなるほど、こういう大元をね、確認してほしいんですよ。 もう細かいいい知識皆さんいっぱい覚えてきたでしょでも直前になればなるほどこういうね本当の各法律の大元結構ね知識が薄れてる方って少なくないと思いますんで意識してこういう各法律のね、まあ、根っこあるいは柱って言ってもいいんだけどこういう大元を確認するでこの辺ぜひ意識してやっていってください。いいいでですねであとよいしょ まあ最後にですねちょっと思いつくままにちょっと私の方で本当に過剰書きですけども一応ねあのこれ載っけときましたんでまず1個目当日ですよこれ本試験当日ね忘れ物しないとね当たり前だろうと <laughs> だけど意外といらっしゃるんですよこれでまずね特に1個目の黒ポッチ鉛筆これねもう今まで再三皆さんにもお話ししてきましたけどこれマークシート用紙をマークできるのは鉛筆だけですからねあのシャーペンでマークできませんからねこれ気をつけてください。 ですからちょっと多めに鉛筆ね折れても大丈夫なようにねちょっと多めに用意しててくださいですねであと2つ目が消しゴムこれもねいつも申し上げてますけど必ず2個ですもうこれ試験の常識ですもし落っことしたらねどっか飛んでっちゃいますから探してる暇ありませんのでねもし探したら君何やってんのって試験官に言われちゃいますからね2個であと3つ目がこの時計これもね、まあ、一応できればですねできれば2個1個だと止まってしまった場合困りますからでね 試験会場によっては時計のない教室もあるんですよ、ね、ですから一応2個私の中ではねこの2個のうち1個はねいつもお話してますけどストップウォッチをお勧めしてますこれあの OK ですからねこれであと次が受験票ねでこれね当然持ってかなきゃいけないんだけどこれこのちょっと丸カッコ見てほしいんですけ仮に忘れてもね慌てる必要ないです、ね、あの係員に言えば再発行してくれますから全然慌てなくていい、ね、じゃあ持ってかなくていいのかそういうことになりませんけどね一応ね忘れても慌てないってこと で最後これもねちょっと申し上げておおおきますちちょっと多めのお金これをお持ちくださいねもし地震等で電車が止まった場合タクシー飛ばさなきゃいけませんからねその時お金がないタクシー乗れないこれで困っちゃいますんでいいいですね一応忘れ物しないであと次2番ね試験会場に入ってから試験が終了するまで何があっても動揺しないと腹をくくってください腹を決めるってこと 例えばそばに座った受験生がカタ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 なんか貧乏ゆすりしてうるさい、ね、あるいは試験始まるまでにちょっと試験管にね君何やってんのなんか厳しい口調で怒られちゃった、ね、あるいは、ね、直前確認す,、ね、する予定だったテキスト忘れちゃった、ね、こういういろんなアクシデントがあっても絶対に動揺しない腹を決めるこれで全然違ってきますよ点数が。いいですねでもっと言うとこれ試験会場に入ってからだけじゃなくてね 今日たった今からです今今日たったっから本試験当日試験が終了するまで、ね、何があっても動揺しないと奮闘されないと腹を決めてくださいこれで全然点数違ってきますから当然何かあって当たり前なんですよ、ね、それぐらいの気持ちでちょうどいいですから、ね、で最後最後の最後までほんと最後の最後までですよ頑張ってくださいと、ね、これが私からの皆さんにね送らせていただくあの、まあ、エールになりますぜひ本当に頑張って ね、あの勉強を続けてって、でぜひ担当を受かって次の論文にステップアップしてください。いつも応援しています。じゃあ以上で終わります。ありがとうございました。